して平田との対戦を迎えます。今シーズンは代打の切り札としての役も担ってきたシーズン平田。8試合ぶり5番での先発出場ということになりました今日の試合です。3球目はストレート。ですからあのストレート今日はあこは変化球。最近はね、レベルで来る選手が多い中で、さあフルカウントになりました。ランナーはスタートを切ります。そのインコース145キロ、追い込んでからあるいはフルカウントでどう仕留めていくかというところを課題に挙げていました。このところでね、連打されないようにだったり、痛烈な打球は抜けていました。ワンバウンドでフェンス、大きく一塁を回ったところでストップです。ワンアウトからランナー出ました。まあ、今みたいに、ね、高めのゾーンに来た時っていうのはね、だからそんなここまで球威があるピッチャーではないので、ね、本丸選手も今状態は悪くはないのでね、さすがのバッティングをされたかなと思いますので、ね、初球、平田の打球はライト前に運んでいきました。